青い線が、ロアレ県。その中央部、オーリンズから、ギエンにかけて、斜めに伸びる、緑色の部分が、オルレアンの森林内の道1970年代に、開発中止となったアエロトランの実験線が残る、リンナイリートリーブの池、オルレアンの森は、フランスのロアレ県にある、フランス最大の国有林。フランス林業公社の中央地域県に属する。 オルレアンからジアンに至る約3万5000ヘクタールの平地林で、ロリス山海を東端として、北側にはオース平野が広がり、南側にはロワール川が流れる。樹林の構成は約51%が奈良類の自然林、残りは欧州赤松やヨーロッパ黒松類などの新葉樹からなる人工林である。土壌は粘土砂質の第3期堆積物からなっており、 農耕には適さないとされる。森林は以下の3つの区域に大きく分けられる。フランスでの国有林の管理目的は、一木材生産、飼料などの経済活動、に生態系、生物多様性の保全、3市民のレクリエーション空間の提供、以上の3点が主要なもので、オルレアン国有林でもこれらの目的に沿った管理がなされており、 フランスの国有林政策を典型的に具現しているとも言われる。森林内の樹木は産業用木材や家庭用薪材として販売される。紅葉樹は標準伐期が180年、新葉樹では欧州赤松が90から100年に設定されており、公務員である森林館が伐期に達した林文内のフィールド調査で伐採木を選ぶ。これらは毎年六月に カタログとして希望者に配布され、春と秋の年2回の競売で販売される。販売件数の8割は秋の競売によるもので、8月に地方市場での販売工事、10月に周期の競売が行われる。樹木はすべて立ち木販売で、実際の伐採、搬出は契約企業によって行われる。一方、一般家庭用の巻き材販売は整備対象林内で行われ、 事務所で手続けをした希望者が自分で伐採搬出する。このほか近代的な狩猟や猟犬による伝統的な鹿科医療も盛んで、その狩猟犬からの収入も年間数百万フランに及ぶという。20世紀末頃から生態系の保全、中でも生物多様性の保全の重要性が世界的に広く認識されるようになり、フランスでの森林管理にもそれが反映されるように、 なった。具体的には、私有林、公有林を問わずかつては、植林樹種の多くを、針葉樹が占めていたが、この頃からに、公葉樹の割合が増加する傾向にあり、オレレアン国有林でも信葉樹林からコンコリニや、公葉樹林への転換が行われつつある。また従来除去していた枯れ木や倒木なども残すことで、多様な美環境を創出し、生物多様性を保全。 促進する工夫もなされるようになった。一般市民は自由に森林内に立ち入ることができ、一部を除いて車の通行も可能である。ハイキングのほか乗馬を楽しむ人も多い。林内では鹿やヨーロッパアナグマ、時にはイノシシに出会うこともある。ありがとうございます。